福山市は市民の介護サービスに充てる国からの交付金の算定を誤り、交付を受けた額がおよそ3260万円少なかったことを明らかにしました。 算定を誤ったのは2021年度と22年度の福山市が市民に介護サービスを提供するため国から受け取る交付金です。交付額は自治体ごとの高齢者の割合や所得に応じて決まります。福山市によると算定方法が21年度から変更されましたが、前の年度と同じ方法で計算し国に報告。去年4月に県から指摘され調べたところ、 およそ3260万円少なく交付を受けていたことが分かりました福山市は今のところ介護サービスや保険料への影響はないとしています